リジャンブルー、ピント合ってる。いけてるわ。扉ついてここの金具の位置が出てきたんで、この角に貼る、ね、木を切り出していきたいと思います。リーチは？あ、行っちゃった。ここにスコーンと入ります。で、横からビスでもおうかね。そうだね。4箇所ぐらい。コーナーのね台を作ったんで、それを、固定していきたいと思います。そしたら、まあ、ここのね、底の板を作っていこうかなって思います。さあ、行くぞ。決まりました。よし。真ん中にね、一応フレームを入れてあるんで、まあ、かなり強度はあるかなと思います。かわいい。中段のねこの横の位置を決める前に、高さを決める前に、あのドアのよくあるキャッチするやつね、ドアが開きっぱなしにならないようにカチャッとこうキャッチするやつをつけたいので、ちょっとね、奥行き感みたいなものをちょっと確認したいと思います。じゃあつけれたんで閉めてみます。うえー、気持ちいい。見てこれ、気持ちいいよ。食べたい。今日はアマゾンで買ったこの扉の取っ手をつけていきたいと思います。ね、一応錆びづらいようにアルミのやつを探したんですけど、黒いのがあって、これでこのヒンジの感じと合ってるかなと思って買ってみました。このね幅こんぐらいなんですよ。で全然届かないと。木の裏側の方に座繰りを入れて、でここでギュッとこう締める感じかな。この辺かな。
長いね。ビスが付属されていればよかったんだけど、これしかなかったからね。はい、図星。お、いいんじゃない。はい。で、白こんぐらいね。はい。裏はこんな感じ。結構奥まってるね。さあ、いきます。ちょっとピンボケしてたらごめんなさいね。ほーら。いたはい、反対側も突き足した。うん、ビクトもしますよね。あら、かわいいじゃないのねえ。いい。そしたら、まあ、こういうちょっとね、マスキングではみ出したっていうところをもう一回塗り直していきたいと思います。これじゃあね、マスキング剥がしていきます。小屋のね、転倒防止しっかり対策しておきたいので、こんなものを買いました。ステンレスのフックと2個と、まあ1箇所輪っかになってるやつですね。あとステンレスのフックですね。それを本体の後ろにペーンってつけて、これをここにクッて引っ掛けて、こっち側のフックですね、これを、まあ、この柵に、まあ、こうくっつけておこうかなというわけです。万が一風強風とかで手前に倒れそうになったとしても、これがグッと踏ん張ってくれて支えてくれるという作戦でござる。OK。 なんか金太郎みたいな。お留守番してください。いよいよ搬入します。重いぞ。ここだ。重くてえな、この直正面が。ちょっとね、危険なんだよね。めっちょっとどころじゃないか。マジでカツカツ。マジでカツカツ。こっちもはや当たってるっていう、ちょっと、ね、足のガタつきがあったんで、それを抑えるためにこの端材でね、差し込んで揺れ防止に使います。これね、かけておきますよと。これがこう突っ張ってね、倒れるのを少し抑えてくれるという。
作戦ですね。ヒンジは結構扉をしっかりめに作ったので、ヒンジもね強いやつを使って片方3つずつつけてデザイン的なアクセントにもしています。取っ手の方は一応錆びにくいようにアルミのものを選ん で色もねヒンジの色と合わせて黒でアクセントになるように意識してやってます。で屋根はちょっとなんかフランスっぽい感じにこうね互い違いの色にしてちょっと可愛い、まあ、子供のおもちゃが入るんだなっていうのは分かりやすくファンシーに仕上げてます。中の方はというとこんな形で2段構成にしていて、なおかつ上の段の右側の方はちょっとこう隙間をあえてね開けておいてこういう長物を入れられるように工夫してみました。一応フックをね左右に2箇所ずつつけて一応将来的に物をかけられるように意識してます。一応ここにもね段差を設けてあげることによってこういうね棒状のものとかが手前に滑り出してこないように意識してます。上の段も少しだけ段差をつけて、まあ、ボールとかが、ね、転がってきても戻っていくようにしてます。ドアキャッチャーっていうんですかね、まあ、このホームセンターで買ってきたこれ上を見せるやつに、つく形になっていて風とか吹いても勝手に開かないようになってます。中の板はね一応取り外せるようにしてあって、まあ汚れた時に洗えたりとか、まあ、ほぼやらないと思うんですけど、あとまあ無塗装にしてあるんで色合いとか木目が結構開けた時に柔らかい雰囲気を出す役割になってるんじゃないかなと。裏に回ってみると、こんな形で、ね、転倒防止用のワイヤーが張ってあって、この元々設置してあったフェンスのとこに引っ掛けてあります。万が一強風が吹いたり子供がふざけてねあの手前の向こうの方から登ったとしても、倒れづらいようにはなってます。